はい、すいません、お忙しいとこ。おはようございます。おはようございます。どうしました今日さ、今日本当は撮影の日じゃないんですけど。いやいやいや、あのですね、ええ、ついにあのボーダーコリー、あ、はい、決めました。決めた、あの府中の、はい、あのボーダーコリーじゃ決めたんですか。僕の精神的状態もあまり良くなかったんで、ええ、まあ家も散らかってましたし、はい、まあそういうのも全部整理して、迎え入れる体制を やっと整えたんで、今日迎えに行こうかな。あ、だから結構こう1ヶ月近く時間かかってたんですね。そうですね。でだいぶ気に入ってたんですね、あのコリちゃん。あの瞬間にはもう決めてましたけど。あ、この子って。はい。それで今回もう最終的に決めたと。はい。じゃあ今日もしかして行きますよ、迎えに。はい。その日だったんですね。そうです。あ、はい、じゃあ行きましょうよ、キヨさん。行きますか。あんたの名前も決めてるって言って、はい、聞いてますね。連続から早いで53歳過ぎても打てるんだ。これなんか、これ近い、これ近いんちゃう、これ。これここここな、細かったような気はしたんですよ。あ、学校あったもんね。学校の隣でしたからね。そうか。あ、ここじゃない。あ、ここだ。おお、着いた。さあ、キヨさん来た。ここですね、はい、あんちゃんとこ。あ、いました、いました、いました。こんにちは。あ、こんにちは。おお、大きくなりましたよ。どうも、おはようございます。おはようございます。あ、失礼します。あらららら、らこの子ですよね。はい。やっぱりちょっと大きくなりましたね。僕らでも分かります。大きくなりましたね、キヨさん。どうですか。いや、いいですね。このワンちゃん可愛いね。これどうですか、キヨさん。生まれて初めて犬を飼うらしいんですよ。その日については何か心配なことありますか。まあ、もう何か本当心配なこととか困ったことがあったら、もうずっと連絡もらって大丈夫なんで。あ、ありがとうございます。はい、アドバイスはずっとしますので、はい、ご安心ください。でご説明の方させていただきます。こちら最後まで大切に飼っていただきたいってことが書いてありますので、よろしくお願いいたします。はいはい。お迎えされてから1週間ぐらいは環境に慣れることを中心にしてゆっくりさせてあげてください。はい。あとまだまだ1日18時間ぐらいお昼寝する子犬さんなんで、休憩時間もしっかり取らせてあげてください。はい。あと食べてはいけないものなんですけれども、基本的にはこういった消化しにくいもの、タコとかイカとか硬いものですね。あと中毒を起こすもので、玉ねぎ、ネギって聞かれてますけれども、チョコレートが一番危ないので気をつけてください。チョコ、はい、チョコレート落っこっちゃってると食べちゃいますので。全然俺とこ消えないけど、多分飼い主さんっていうね、はい、主人が分かってきたらまた違うんでしょうね。そうですね。あららららら、あらら。これでもお腹を見せるっていうのは、え、これ心開いてる証拠ですよね。そうですね。じゃあキヨさん、なんすか。ちょっと聞きたいんですけど、はい、今日ね、自宅出発するときに、はい、ワンちゃんの名前も決めてるって言ってたじゃないですか。はい。ちょっと教えてもらっていいですか。常吉です。常吉。はい。これなんで常吉なんですか。いや、もし買うんだったら絶対常って呼びたかったんですよ。それもしかしてドラマ関係してません。いや、かなりしてます。常って言ったら相川翔さんですよね。そうですよ。トンボじゃないですか。そうなんですよ。
常日頃の常に、はい、あの吉ですね。あ、常吉、はい、いい名前じゃないですかね。どうですか、はい、いい名前です。リーワントマーレね。もうそれしかイメージなかった。まあでも今日からもう家族ですよ、常吉くん。そうですね。大丈夫ですか。え、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。少々噛まれようもないし、僕大丈夫です。でもこれで清さんまたちょっと楽しくなるんじゃないですか。そうですね、生活が。人生初めてなんで。そうですね。よかったじゃないですか。そうですね。出会いですもんね、これね。はい。清さん、心配なことあったら聞いていった方がいいじゃないですか。はい。心配なことは聞いておいた方がいいんじゃないですか。そのおしっこを刺すっていうの。ああ、そうですね。その辺どうすればいいですか。はい。まず、ここがトイレだよっていう場所をご自宅の中で設定していただいて、はい、で、まあ、外してどっか違うところでしちゃったときは、はい、おしっこシートに裏返しでこう吸っていただいて、おしっこ、はい、でそれを本来ここでトイレしてほしいなっていう場所でもう一回こう表、おしっこの匂いがわざと出る面を向けてトイレに設置してもらって、はい、で自分でその匂いをたどってそこに行ってくれる子もいますし、はい、それがもしやっぱなかなかできなかったら逆にこの子がここでトイレしたいって決めた場所にもトイレ置いちゃうとか。あ、だって簡単ですもんね。そう、もう大げさに褒める。何でも座れも待てもトイレも何できてもわーすごいってもうとにかく演技をするぐらいで決めてもらえれば。褒める練習ちょっとしてみましょう、キヨさん。じゃあ褒める練習、キヨさんお願いします。なんて言うだろうな。爪、おしっこが飛んでしました。よーし、よし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 よなんかあったら連絡ご覧ください。でお里会もありますよね。はい、お里会も10月10日に予定してますので、ね、よかったらぜひ参加してください。常君に、キヨさん、はい、もう一回褒めてください。今日から絶対挨拶した方がいいですよ、顔向き合って、ね、うん、よろしくね。なんか目すらされた。大丈夫です。いいじゃないですかね。じゃあキヨさん行きます？行きます。もう今日連れていくんですからね。はい、寂しいですよね。でもちょっと ね、皆さんはね一緒にいたから。嬉しいです。はい。可愛かったですよ、すごく。ね。いい子だったしね。嬉しい。バイバイ。すいません、ありがとうございます。じゃあキヨさん。はい。行きますか。行きますか。あなたはこれから。常は伝説の犬になる。な。すいません、どうも。どうも。どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかえらいおとなしい。いや、なんか遊びすぎて疲れてる。あ、そうなの。かわいいな。やっぱ大きくなってるね。はい、1日16時間寝るって。18です。え、8、18時間、ほぼ寝てるんです。どこで寝てるんですか。うちはケージの中で最初寝せて、トイレ覚えたらもう自由にさせてあげたらもう自分のベッドだっていうのが分かるところで寝てます。ケージは開けっぱなしにしてるんですか。ケージは開けっぱなしですよ、俺は。でも最初トイレ覚えるまでは絶対にあのケージの中で寝せた方がいいです。ああ、でキヨさんがリビングで起きてる時はケージ開けてあげて、でトイレをする時にそのシートでしたら褒めてあげるんです。ああ、最初ケージの中出しちゃダメです。ケージの中出してたらダメです。もう至る所におしっこしますから。ああ、よし行くか。うだ。ほら着きましたよ。ほらほらほら。あなたの好きは。ほらどうぞ。
あなたの家ここよ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。あ、それなんか、そうそうそう。こんなかも危ない。え？これも？はい。こういうやつも。はい、引っ張り出してます。これ、キヨさん、これワンちゃん来るから、これ床変えました？貼りましたよ、コルク。ね、これいいですね。いや、良かったですね、キヨさん、なんかね。あ、なんか、こう一人を寂しかったんですけど。そうですね。キヨさん寝てるのにどうですか？はい。まずシャラをケージから出してあげてね、起きたら。キヨさん、家にこうワンちゃん、はい、来ました、どうですか？いいですね。なんか一人じゃないっていう、こう孤独感が。やっぱ一人で家にいると孤独でした？孤独ですよ。やっぱ寂しいですよね。はい。全部用意してたんですね、キヨさんね。はい。はい、まず何したいですか、ワンちゃんと。いや、今日初夜なんで、どっちが主導権握るのかみたいな。まず締め落とそうかなと思ってますけど。いや、ダメですよ、それ。おい、つれ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 。何したいですか。なんでへの音聞かしてどういう教育しようとしてるんですか。何の教育ですかそれ。いや、じゃあキヨさん、いい生活、ワンちゃんとの生活楽しんでくださいね。ありがとうございます。つねつね、まあ、これ全部映さないですけど、やっぱテーブルに息子さんたちの写真置いてるんですね、キヨさん、本当に、うん、ねえ、そう、これゴム貼って、二毛作をゴム貼って、ああ、カチャカチャなさるように。息子さんたちも頑張ってるし、これはキヨさん、扇監督ですね。そうですね。扇さん、やっぱいい顔してますね。やっぱキヨさん、こうお母さんとね、扇さんに毎日水やって、素晴らしいですね。